実は吉本でも8.6秒ほどの忙しさを経験した芸人ってそんなにはいないんですよ。オリエンタルラジオブレイクしたとはいえ結局東京所属の芸人なので東京にさえ行ってたら成立してました。ところが8.6秒のように大阪所属で売れすぎてしまうとう 大阪の劇場そして東京のトリュフ出演となるから移動も含めたしんどさが半端じゃないんですん毎日通うような感じになるから1日2往復とかする日もあるんでそううなったら体おかしくなるもんで、そんな8.6秒の真の悩みを聞いてアドバイスしたのが「今行くよ来るよ師匠」 ベテランですから1980年代の漫才ブームの時ヘリコプターで移動するような過密スケジュールで全国を回ったご経験のあるイク,クル師匠が、発見。うんうん 8.6秒ちゃん、どうやさ。どうやさせたえらいしんどすやないのと、声をかけてくれたらしんです。8.6秒ちゃんって言ってましそんなおかしな余計歌はないやわかるね8.6秒ちゃんなんてことは言わんやろ。僕でも黒田ちゃんですからね、師匠、ね、方呼んでいただくのは。何でもちゃん付けしていただきたちゃん言うたらええと思ってん、ね、8.6秒のお二人は、そうなんです師匠。もう寝る時間もないんですけど、<ー>誰もわかってくれないんです。うん。 そうイククルさん。8.6秒ちゃん、どやさ、大変やんかいさ。もうそんな働いて、どやさ。でも感謝やな、どやさ、もうどやさ。何やねん、何を言うてねえ、だから。どやさっていうのは、はいでも、いいえでも、いいでも、悪いでも、いろんな意味があるんで、こう、原文ママだとこうなるんだ、そうで、イククル師匠曰く、忙しさを回避する方法は一つしかない。何や めったに使えない禁断の技だけれども、うん、私らは実際にそれをやって解決した。何やろうう生放送中に倒れよし。倒れよし。えー、<laughs> それしたらさすがの吉本も仕事入れへんからちょっと考えてくれると。実際、漫才ブームの時にイククル師匠生放送中に倒れたことがあったらしい。<ー>すると倒れることによってある程度スケジュールがちょっと収まっていえた。<ー> ポイントは、収録番組で倒れると、隠蔽しようとするらしいので。<laughs> そうか、編集してカットするんや。<laughs> 生放送中に倒れるのがコツやでと。え<ー>いくくるっしょ。<ー>で、僕、高橋の見立てでは、4月中、どこかの局の生放送で8.6秒は、どやさーと言いながら倒れると思いますか。えぇ <laughs> お見逃しなく。 ハハハハそれ警備をやって分かった時はもう <laughs> そうそうそう制裁頑張ってるやんでも吉本さんってやっぱり大御所さんからすごい若手さんまでつながりがあるからう、ね、こういう話がいっぱいあるんで面白いですよねはい、はい、実際漫才ブームの時に生く苦し師う生放送中に倒れたことがあったらしいすると倒れることによってある程度スケジュールがちょっと収まっていった<ー>ポイントは 収録番組で倒れると隠蔽しようとするらしいので。<laughs> そうか、編集してカットするんや。<laughs> 生放送中に倒れるのがコツやでと。え<ー>いくくるっしょ。<ー>で、僕、高橋の見立てでは、し実は吉本でも8.6秒ほどの忙しさを経験した芸人ってそんなにはいないんですよ。<ー>オリエンタルラジオ、ブレイクしたとはいえ結局、 東京所属の芸人なので東京にさえってたら成立してました、うん、ところが8.6秒のように大阪所属で売れすぎてしまうと、うん 大阪の劇場、そして東京のトリフ出演となるから、移動も含めたしんどさが半端じゃないんです。やね。ん毎日会話を。6秒ちゃんって言ってそんなおかしな余計とはないやろ。わかるね。8.6秒ちゃんなんてことは言わんやろ。僕でも黒田ちゃんですからね、師匠方呼んでいただくのは。何でもちゃん付けしていただける。ちゃん言うたらええと思ってん8.6秒のお二人は、そうなんです師匠。もう寝る時間もないんですけど、誰も分かってくれないんです。うん。 そうそう、イククルさん。お8.6秒ちゃん、どやさ、大変やんかいさ。もうそんな働いて、どやさ。でも感謝やな、どやさ、もうどやさ。何やねん、何を言うてねえ、だから。どやさっていうのは、はいでも、いいえでも、いいでも、悪いでも、いろんな意味があるんで、こう、原文ままだとこうなるんだ、そうそで、イククル師匠曰く、忙しさを回避する方法は一つしかない。何や。 めったに使えない禁断の技だけれども私らは実際にそれをやって解決した何やろ生放送中に倒れよし倒れよしそれしたらさすがの吉本も仕事入れちてる感じえなるれる1日2往復とかする日もあるそう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  今、行くよ来るよ<ー>師匠。ああ、ベテランですからね、ねベテランですよ。1980年代の漫才ブームの時、ヘリコプターで移動するような過密スケジュールで全国を回ったご経験のある行く来る師匠が、うん、8.6秒ちゃん、どやさ、やさた <laughs> えらいしんどすやないのと、声をかけてくれたらしいんどす。うん 6.